300万円で働いている非正規労働の人を500万円の正規労働に置き換えたとしたら、どれだけ雇えるか。1万人を227年間も雇い続けることができるんです。それほどのお金を貯め込んでいながら減税もされている。そしてお母さんが大株主の、ね、商品と証券取引のそういうところもね、すごい減税されて、今 20% であった税率が 10% になっている。それをさらに下げようとしている。今世界同時不況です。諸外国はそういう税金も上げようというふうに動いているんだけど、残念ながら日本はその方向に行っていない。その方向に歩み出せなかったために行き詰まって、労働者派遣法の抜本改正もできなかった。それで約束を守ることができなかった。そして国外移設、最低でも県外移設と言っていながら、それができなかったのが鳩山さんの行き詰まりですけど、皆さん沖縄に行かれたことありますか。これが普天間基地の実態です。アメリカの国内では到底考えられません。基地の周辺 4.6 キロは公共施設は建てられないというのがアメリカ国内。しかしこの 4.6 キロというと宜野湾市は全部入ってしまうんです。そうしたらもう学校もある、病院もある、保育所もある。小学校では戦闘機が落ちたらどうしようかということで避難訓練をしている。皆さんそんなことを考えられますか。落ちてきたらね、子どもたちの命は守られないと小学校の教師は言ってますけど、この事実を示して、そして世界ではもう軍事同盟は解消されてきているという道理を尽くしてアメリカに話し合うべきだったんです。アメリカを説得するべきだった。それをしないで沖縄を説得する側に回った。そこが行き詰まった原因だというふうに思っています。で、菅総理がそのことを改めて再出発ならいいんですけど、これをそのまま鳩山さんの置き土産をそのまま受け継ぐと言われたので、本当に残念です。そして自民党時代よりもひどい案なんです。辺野古の沖を埋め立てる、徳之島にも拡大する、全国に拡大するということで一層悪くなってしまったし、防衛予算が、思いやり予算が残念ながらね、民主党政権になって増えてるんです。そういう事実を道理を持って私たちは知らせていくことが大事だし、なんか今ね、V 字回復とか言って支持率が上がりましたけど、そういう中身をねお知らせして、私は本当に頑張っていきたいなというふうにして思っています。見せる機会があるのかなと思いながら持ってきたんですけど、こういう状況になっているので、ぜひ皆さん貴重な一票です。その一票の権利を生かして政治を動かすことができる機会が選挙です。地方議会も大事、地方議会の選挙も皆さん本当に熱心に頑張る方たちが金沢の未来を考えて頑張るということに対する審判を下していきたいし、国の政治もやっぱりそういう方向でね、自分たちの一票をどうやって生かすかっていうところでぜひ考えていっていただきたい。未来永劫ね、こんな状態を引き継いでいくのかと、軍事同盟を強化していくってことをね、菅さんは言われたんですけど、そんなことを私たち望んでますか。望んでないよっていうところを、私は望んでないんですけど、望んでないよっていうところをやっぱりお知らせしていくという、そういうことが本当に大事だなというふうに思っています。ごめんなさい、貴重な機会をいただきましてありがとうございます。すいません、私今この1時間ずっと黙りっぱなしだったもんですからせっかくな、ね、せっかく来たので、まあ、反論ということにしていいのか、ちょっとキャンペーンに対してどうなのかちょっとわからないんですが、まず僕の思いからなんですけど、まず1点目、その大企業 の、 その増税ですよね。まずこれ政党の理念もあるでしょうし、この国家の在り方もあるのかなと。まあ、日本国っていうのも資本主義国家でありますので、企業がやはりそういう利益を上げてね、で税収を得て、そして皆さんの、まあ、税金をいただいて、先ほどからお話あるように、それはどう使うかというのは我々も含めた議員が審議をしながら使っていくということが、まあ、根底なのかなと思っております。ですからその中で、まあ、企業に、まあ、大手ばかりうんぬんという話もありますし、そこで近松さん今参議院選挙出られますから、
やはり国の動向を、まあ、多く語るのは仕方ないかなと思いますが、私にとっては、まあ、市議会議員なので金沢市内のことも考えなならんかなと。その資本金1億っていう部分がまず金沢で何社あるのかな。おそらくほとんども中小企業ですよね、皆さんもね。その中でその中小が今どういう状況であるかっていうのをまず把握をしなければならない。そういう部分を踏まえると、その税収というか法人税を下げてですね、今その企業に力をっていう言い方ありますけど、企業企業っていうけども、この中小っていうのはほとんど皆さん労働者が一緒に集まって、それこそ家族一緒にやっている企業が多いわけですよね。もうそれこそ家族しかやで協力してるから給与ももらわずして、もう汗水出してやっていこうと。その中で政治としてどのように、まあ、還元という言葉がいいのか、力をつけていく、体力をつけていく方法がどうなのかという議論をしていくような時期だと思いますので、まずはそういう地域的なことも、税収を一つ上げてしまうとなかなか地域性によっては差があるかなと思います。もう一つ、その普天間云々って話、まあ、先ほど共産党さんずっと言っていらっしゃいますし、まあ、今の案が自民党より悪くなったということは、自民党の方が良かったよって僕は取っていいのか、それともどうなのかなという思いはありますけども、それも自民党案もそれこ その普天間の場所が危ないということで、13年間かけてはっきり言いまして、皆さんこの基地あって嬉しいっていうのも多少マスコミにはあるかもしれませんが、やはりないに越したことないですよね。それはみんな思ってるんですよね。思ってるけれども、なぜ作らなければならないっていう、そういうまず根底の話、そして作るにあたって、やはり地道に13年間かかって、もう仕方ないねと、そんなもうここでいいですよって言った案が辺野古だったという、その経緯があるわけですよ。その経緯を度外視して、やはりここは自然がダメだからと、呪言がいるからとか、それ分かってますけども、何卒お願いしますということで決められた話だったという、まず経緯を皆さんにもご報告させていただきたい。その中で何が一番危ないか、何を今外さなければならないかというと、この基地が周りに、今近本さんおっしゃったように住民がいると。最初作った時はそれこそ戦後ですから、住民はほとんどいなかったわけですね。そのところからの始まり、今それが広がったような状態であります。いなかったっていうとね、また語弊があるかもしれませんね。はい、すいません。今のように住宅地云々でなかったというふうな表現がいいのかな。あと近松さんに一つお聞きしたいんですが、この国の、安全保障というのはどういうふうに持っていきたいっていう、全く米軍基地もいらない、自衛隊もいらないっていうお考えで、世界においてどうやって日本っていう国を守っていくのか、その辺だけちょっとお聞きしたいと思います。はい、辺野古の木は13年間住民の反対で杭一本打てなかったんです。だから住民は受け入れていないという、その案にまた戻ったら普天間の負担は本当に解消されないので、誰もが嫌やったら全国どこも受け入れるところはない。そして今ね、軍事同盟っていうのは次々とね、解体されてきてる。非同盟中立の地域が広がって、日本の日米安全保障条約が再改定されて50年なんですけど、この半世紀の間に軍事同盟のあるところで暮らしている人口がもう半減しているんです。それほどに軍事同盟がどんどん解体解消されて、紛争が起きたら話し合いでっていうのがもう世界の主流になってきているときに、今もね、軍事費が民主党になって増えたんですけど、ヘリコプターを運ぶ空母とかもう1700億円ですよ。これ3隻目買うっていう、そういう予算が組まれてますけど、そういうことにお金をつなぐ使うよりも住民の暮らしに回せという声が今広がってきているので、そういう道理を持ってね、知らせていく。そして沖縄の基地は日本の安全を守っているのではないとアメリカの高官もはっきり言っている。そういう基地をね、ずっと受け入れていく。そう、世界戦略で世界を守ってるんじゃないんです。アフガンに行く、イラクに行く、そういう世界戦略の拠点として一番都合がいいし居心地がいいんです。もう思いやり予算でもうものすごく待遇がいいので、沖縄から出ていかない。共産党の市委員長はアメリカに行って言いました。
ほんで意見の違いがあるからはいそうですっておいそれとは出ていきません。しかしアメリカの国会が上院も下院もその話を初めて日本の政治家から聞いたというふうにしておっしゃったんですけど、そういうあの危険を脅かしている基地の存在の事実を知らせて話し合いをしていけばいいし、今ね北朝鮮がなんか危ない動きをしてるとか中国の軍拡がどあの軍事がねどんどんあの強化をされてるとかって言うけれど、だからといって軍事力を高めていって軍事的な緊張を高めていって本当に解決になるのかと、ややこしい国であればあるだけ話し合いをして粘り強く、さっき拉致問題もありました六角協議、せっかくあの小泉さんが平壌宣言を締結をしたのでそこに立ち返ってきちんと話し合いをしていくルートを作っていく努力を、これがね外交なんです。で戦争が起こったらどうしようということで戦争のための準備をするっていうのは愚かで、戦争しないためにどうしようと政治家の皆さんが知恵を絞るのがあの本当の政治だというふうに思うんですけど、そういうこういう世界の流れを見てももう非同盟中立の国々がもう国連加盟国の中でももう本当にあの多く広がってきているっていう事実は、いつまでも21世紀になって新しい時代になって軍事同盟にしがみついていっていいんかということを今もう議論すべき時なんですね。ちょっと前まではいつまで共産党そんなこと言ってるんやって話がありましたけど、今は自民党の中からも日米同盟の是非も含めて議論をしようっていうそういう時期になあの時になってきてるし、沖縄の人が勇気を持って立ち上がったそのことをきっかけにそれを本当に議論をしていくことが今本当に求められているなというふうにして私たちは思っています。近本さんいいですか、はい、ちょっとお聞きしてもいいですか、はい、まあ、あのすぐお隣の国でですね、はい、韓国と北朝鮮とですね、まあ、実際に魚雷で攻撃があってですね何人かの方がまあお亡くなりになっていらっしゃるわけですよね、まあ、日本の中でそういったこと日本に向けてですねそういったことが起こった場合は近松さんならどうお考えになりますか。日本に向けてそういうことは、今ね、あの極東のところでミサイルが向かっているの沖縄なんです。それは何でかというと米軍基地があるから。そして今確かに能登沖だっていうんだったら普天間基地あの石川県に持ってこなきゃいけませんよ。だからそういうふうにあのとんでもないあの話になりますけど、あの掃海艦がね魚雷で沈没をさせたと、そしてあの北朝鮮の、ミサイルが魚雷が 何メートルか下で爆発したこと以外に説明のしようがないという、まあ、公式の発表がありました。で軍事的行為でねその他国 の漁船であれその掃海艦であれ撃沈させるなんてことを本当にとあの許せる問題ではありません。とんでもないことで私たちは直ちにあの抗議をしましたけど、そういうことがあったらあっただけそのなおさらね軍事的な緊張を高めていっていたんだわけのわからん国だったらなおさらです。あのじっくりとあの話し合いをする必要があるし、今北朝鮮は私たちがやったんじゃないと言ってますけど、そうであるならば北朝鮮はやったんじゃないっていうことの客観的な証明をするべきだというふうに思っているんですが、私はじゃあ 今は、うん、あの韓国と北朝鮮の中では北朝鮮はやってないと言って、まあ、言ってます、うん、まあ、そのことは置いといてですよ、うん、私の国がやりましたと言って日本を攻撃してきた場合、うん、どうされますかね。どうやって国民の生命財産を守るのか、うん、そして、やめてくださいと言ってもうちはやりますよって言ってやってきたときにどうしますかね。誰が守れますかね。確率の低い話ですね。確率の低い話というのは誰に保証された話なのかということはお聞きしてもよろしいかどうかということですね。私は言ってもらいますよ。はい、無理がある。あなたあるけど、もっと緊張が持って、歯を食いしばってやってくださいよ。何なんておっしゃった。え、はい、じゃあ、わかりました。いや、いいですか。さっきさ、あの今、確率が低い話というお話もありましたけども、うん、先ほど浅野川水害の時にはあの命は何よりも大事やみたいなお話もあったと思います、うん、
そことの整合性を考えたときにですね、確率が低い話だからといって対処しないということでいいのかどうか、あなた自分の家族がそうやって宣戦布告もされてミサイルで亡くなったらどう思われるかということですよね。我々はそれは守るべき最低限のものは持つべきじゃないかという、まあ、思想ですね。防衛に対する国を守るときは最低限そういったものは必要なんじゃないかという思想です。これを究極を言えばですよ、例えば日本の国内に、まあ、銃一応表向き分かんないですけど銃持ってるのは警察官だけですよね。で他の人は持ってないから、まあ、安全で、アメリカ見たらみんな銃持っててあれ一斉になくさなかったら安全にならんだろうなとか、まあ、いろいろ思うわけで、まあ、そんな感じで地球上みんなでじゃあやめようって話でまとまればそれは日本ももうやめましょうってことになるでしょうし、そうなってくれたらいいなとは思いますよ。これは普通に理想の話でそう思います。ただ現実どういうふうな対応しなきゃいけないのか、能登沖から日本飛び越してですねミサイルも撃ってきました、落ちなかったからいいですけど、あれ別にそのままにしといていいんですかね。そこのことを僕らは少なくとも議論しなきゃいかんのじゃないかなと思います。それはもちろん大事、もちろん。それはもちろんもちろんもちろんです。それは外交ですからもちろん大事です。そこをしっかりやればいいんですよ。まあそれはもちろん大事です。合わせてやることが必要なんですね。2つないと無理です。それはおそらく今の日本人はこうあった方がいいなっていう理想と外交の人も同じ思いを持ってくれて一斉にやめれたらやめれると思いますけど、そこは難しいかな。軍事同盟がどんどん解体されて。まあ、冷戦構造がなくなったので軍事同盟が確かになくなってきていることは事実であります。ただまあじゃあかといってじゃあ戦争みたいなものが全くないかというと大きなものがなくなって地域間紛争というのは非常に今でもごめんなさい、地域間紛争というのは別になくなっているわけではありません。でこのことをまず世界の中ではそういったことで大きな戦争がないだけであるということと地域間紛争がなくなっていないという事実と、まあその辺に関して僕は名言は避けておきますけども、まあ一部そういう見方も僕はできるとは思います。個人的な意見としてはですねそういう見方はできるなと思います。ちょっとイスラム教とやりすぎてるなという気はします。個人的な思いとしてですね、だからそこら辺はどうかなという面もありますけども、たださっき言ってたような軍事が全く日本の中に全くいらないという議論は少しそれは今の時点では行き過ぎていると思います。はい、まあ、今の戦争の話なんですけれども、この戦争の原因ですよね、これまあイラク戦争じゃないですけど、これやっぱ僕エネルギー戦争だと思うんですよ。やっぱり日本も年間23兆円かな、石油を買ってる国なんですよね。で今中国がどんどん経済発展している中であれだけの人口の人がどんどんそういう生活をしようとするとやっぱりエネルギーが欲しい、やっぱり日本との国境沿いに天然ガスがあると思えばどんどんそっちの方に踏み込んでくる、そういうことに対してやっぱりどうしようかっていう時にアメリカの防衛力っていうのが背中にあるのかないのかっていうところでのやっぱなんとなく精神的心強さみたいなものがあると思うんですけれども、けれどもやっぱりその根本的にあるこのエネルギー問題っていうのをどう国が克服するのかっていうことの方が僕大事だと思うんですよね。結局エネルギーがお互いに足りないと思う、逆にエネルギーを抑えればそれが金になるっていう次元でそれを抑えようとする動きっていうのがやっぱり大国の中であるんですよね。でそれが実はそのこれ僕は先日見た映画のですね、ミツバチの羽音と地球の回転という映画がありまして、9月ぐらいに金沢のシネモンドさんで1週間ぐらい上映されるっていう情報を聞いたんですけれども、やっぱその中でやっぱ北欧のヨーロッパのスウェーデンとかはですねそういう問題とかを結構クリアしてたりとかで、どんどん自然エネルギーに転換してる。でそれやっぱきっかけはなぜかというとチェルノブイリの原子力発電所の大きな問題があったというところ で日本はいまだにその原発がいいか悪いかとかっていうことをやってる次元なんですよね。
でもその僕はやっぱりこれからの政治家っていうのはその世界の中でいいものをどんどん取り入れる、世界でこの動きこそが本物だと、すなわち何が本物かっていうとそれが国民の安全や安心につながる、このエネルギー戦争しないで済む方法を日本がどんどん追求していく中において、さらに友好関係を結んで攻められないようにしていく、で徐々に軍事費も減らし、それを国民のみんなにこういいようにしていくっていう流れを作っていく、そのムーブメントを常識的にする、やっぱりまずその安全と安心っていうものの方向ですよね。やっぱ危険な可能性を少しでもなくすっていうことも大事だけれども、その根本は何か、まあ、食料自給率とやっぱエネルギー自給率っていうのが大きな柱だと思うんですけれども、これをやっぱ僕は国のレベルでやっぱどんどんやってほしいし、やっぱそういう議論を街でも僕ら店でもそういう話はよくしたりするんですけれども、やっぱり多くの市民にですね、いろいろ問いかけてほしいなっていうのをちょっと思ったんですね。あ、近松さん、はい。仕方がないとか、ね、いろんなことを言われましたけど、理想でそれは理想だけど現実がこうだから仕方がないよと、北朝鮮がいるから仕方がないよとかって言うけど、理想があったら理想に近づけるのが政治なんですよ。その理想から理想を下げてどん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 ね下げるのが政治ではなくて、理想にどんどん近づけていく、それが政治であって、その北朝鮮が何するか私も分かりません、だけどそんなことを回避するためにさまざまな努力をするのが政治の力で、国際世論でそういう無法は包囲をしていくような国際秩序を作っていくために努力をするのが政治のあるべき姿で、それはねなかなか現実を見つめることも政治、もちろんそうです、もちろんそうですけど、今の例えば鳩山さんなんかでも理想はそうだったけども、現実はアメリカがいろいろ言うからということでこういうねだけど、理想を下げるんではなくて近づけていくのが政治の力で、私は日本の最大の抑止力は憲法9条だと思うんです。軍隊を持たないと言いながら外国の軍隊で平和を守ってもらおうなんていうこと自体が矛盾をしていると私は思います、はい。近松さんがおっしゃっていることは実はごもっともな部分があって、で誰も戦争はしたくないというのはこれは皆さんの共通認識だと思います。でただ現実としては、3年ほど前に小松空港の役職の人が言うとったんですけれども、年間130回から40回のスクランブル発進がどうしても必要になるというんですね。でなぜだと聞けば、日本の領空を年間140回くらい未確認飛行物体がこう侵犯してきとるんですよね。で何のためにっていうと、要は今回はここで日本が気づいた、次はここで気づいた、要はより気づくの遅くなるとこどこなんやってことを常に探っとるっていうんですね。何のためにというのは有事の時なんですよね。でまた、別にアメリカがこれ監視してるわけではありませんけれども、カンボジアと中国がこういざこざがあった時にカンボジアにアメリカ軍がいて、今の理屈でアメリカ軍を出したんですね。その3日後になんと中国人民軍はカンボジアの4つの島を占領したんですね。でそこの中に人民軍で取り囲んで島の真ん中に檻を作って豚を飼ったんですね。なんでかというとこれは国際法上生活実態があるとそれはそこの国のもんだってなるんですね。結果的にそこの島は中国のものになっちゃったんですね。ですからこれほんの20年も経ってない話という、これ現実にどうしてもやっぱりあるんですね。でそういうことを考えたら、私たちは、まあ、私なんかは好きなこと言えますけど、やっぱり政府を預かっている人たちからすればなかなか悩ましい問題だろうというのは想像するんです。でじゃあ我々は何しとるかっていうと、国と国との関係っていうのは歴史も踏まえてそう簡単に今日明日来年とかということでなかなか変わらないというのはどうしても仕方ない部分だろうと思ってるんですね。でそこをクリアしていくのは何だっていうと、まさに皆さん民間であったり、時には歌であったり、時には本であったり映画であったり、そういったものが国と国をつなげていくっていう経験は皆さんたくさんしとるんじゃないですかね。ウィアザワールドなんかもそうですよね。
だから私なんかは3年ほど前に台湾に地元の子どもたちを 14、15 人連れて行ったんですよ。でそうしますと、まあ、台湾はたまたま親日でありますけれども、言葉とか文化とか習慣は違うけれども、やっぱり子ども同士って一緒で仲良くなるんですね。で帰ってきて聞きますと、そのいろんな壁はあったけれども壁はなかったねという話になるんですね。ですからこういう経験を小学生とか中学生くらいにしていますと、国は揉めているけど民間は全然揉めてないよと。あの中国の、大暴動の時に北京で、谷村新司がスバルを歌って何万人の中国人が大合唱しとるわけですよ、ということが起きてるんですね。ですから我々の仕事としては民間外交というのはとっても重要だなと思って、もう一つさっきの海外に近松さん私たち行かないって言ってますけれども、これもその別に無駄遣いをしているわけではなくて、議員同士がコミュニケーションを図って、その中で今度そこにチャンネルができれば自分たちの中でそこに人を入れて民間交流をしながら国の今までの過去の歴史云々なんかを払拭していきたいというのが、まあ小さな運動かもしれませんが、これも含めて先ほどから言ってますように龍馬プロジェクトというのはたった一人の人間から始まったんですが、たった一人から始めるということで、ほんの9ヶ月前に起こした運動が今150名くらいの議員が賛同したんですね。でこの強みは何かと言いますと、北海道から沖縄までおるんですよ。北海道から沖縄までの各市町村の市議会議員がですね、いや町会議員とかがですね、こういうようなことでみんなで一斉にもし民間運動をしたとすれば、国がどうであろうと平和になると思いませんかね。思いませんか、まあ、だからこれもいろんな議論がございまして、一方でこう話せ、これ中身とこっちから言えばこう、こっちから言えばこうという部分がありますので、こういうのもまた慎重にやっていかなければならないんですが、まあ我々がね市会議員なんで大きなことは言えませんけど、ただ皆さんが言ってるようなことは我々のレベルでできることはやっとるということであります。ごめん、誤解があったみたいで、海外に行かないわけではないです。全く行かないと海外視察を拒否してるわけではないです。一つ一つを精査をして、その内容を確認をして、観光がものすごく観光的傾向が強いということであるために、これまでどれも残念ながら参加できることがなかった。で自分のお金を使ってはヨーロッパの高齢者福祉を学んでくるとか、そういうことはしてきました。だけど公費を使う以上は、その内容がやっぱり市民の期待に応えるものでなければならない。ヨーロッパの街並みを学んできてどうですか金沢。私そういうことがね、本当に学んできたんであればそれを生かす海外視察であるべきなのに、この不況の時期にとりわけ今大変な時に、内容はね非常に豪華なこうねお話ししてしまえば豪華な内容で、旅費なんかも高い状況でね、うん、そういうこの3年間の間に変わったんですか、まあ、そういう中身だったので、一つ一つを精査をしてね、これは参加すべきじゃないということで一つ一つ判断をしていました。一律に拒否をしていたわけではありません。それは誤解のないように。はい、実はこの、カメラで今日のはインターネット中継されてるんですけど、なんと会場以外の人から質問が一つ来てましてですね、先ほどの多分国際的なところの盛り上がってきたところの質問なんですけども、日本の言うことに耳を貸す国を教えてほしいと、まあ、日本に友好的な国はどこなのかという意味合いではないかなと思うんですけれども。ね、4年間に5人も総理大臣が変わったらもう信用されないよとか言ちょっとこれはじゃあ保留にしておきますか。あとで大島さんの方から、あ、まあ、ただやっぱり、ね、さっきからのお話じゃないですけれど、マイクね、例えば台湾なんかは本当に日本に対して親日で
ここで八田洋一さんいますよね、はい、本当に感謝されてまして、有効といえば有効ですし、ただ先ほどからなんかやっぱどうしても文化がありまして、例えば中国はどうしてもその今の勢いによって領土が決まるとかと思ってるんですね。だから今中国がガンガン言ってるから、あっこもここももともと俺のもんやがいやっていう議論を本気で言うんですね、で今の例えば大東亜戦争においてもそうですけど、あれが朝鮮半島で言えばあれの結果、上がソ連持ってって下がアメリカ持ってったわけですよね、日本は上がロシア持ってて下がアメリカ持ってったでしょ、要は北方四島とアメリカ、沖縄みたいな、だからどうしてもそういうような、そこにしか住んだことがない人の怨念というのはちょっとおどろどろしいですけど、やっぱり歴史的なもんがあるので、それはなかなかあるんですが、そうならないように、要は外交戦略っていうのはとても重要なんです。それが今近本さんがおっしゃったように、総理大臣がコロコロこんだけ変わっとったら次誰と交渉すればいいがやっていう風になっちゃうので、うん、そこはそう信用されなくなるので、しっかりしてもらわならんなっていうのがあるんです、はい、基本的にはどこもそれなりに仲いいようにみんな体裁を保って、そのために国連があるわけで、だけどその中でいろいろあるんですけれど、国連でみんなこう集まったらなんか仲良くする方法を考えましょうよっていう風にやっとるんですよ。その辺はご理解いただけたら、だからこそ各地域はその外務大臣とかって言ったら重要ポストになってくるんですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと質問一つ。長原と申します。先ほどから今度の山手市長の太鼓場に誰を担ごうかなという点で、ね、見てたんですけども、まあ、私は議員さん見るとですね、質問したくなるんですけど、こういう6人もいるとですね、まあ、なんか質問が溢れてきまして、先ほどどういう質問が一番いいかなと思ってたんですけどもね、せっかくですから一番答えにくい質問をちょっとしようかなと思いましてですね、まあはっきり言って、まあ、今政治の閉塞感があってですね、日本の政治は大丈夫かという混迷を深めてますけども、政治が悪いのは政治家じゃなくて国民のレベルが低いからだと僕は思うんですね。まあ国民のレベルも大きいと思うんですね。で特に皆さんみたいなこう若いですね市議だと、まあ、相当なんちか悪いからすると地元からですねおもちゃみたいになんちかあれしろこれしろとかですね使い走りみたいなことで言われるんじゃないかなっていうふうに思います。実際あると思いますね、いろんなことまあ議員さん言われますので、もう本当に世話人といいますか汗かくこといっぱいあると思うんですけども、まあ正直ここでですねちょっと本音でせめて国民や市民はですねこういうことは自分やってほしいよとかね、これぐらいこうしてほしいとかですね、いろいろ思いあると思うんですよ正直な話。それちょっと一言ずつですね、ひだ普段ちょっと言えないような溜まってるようなことを。ふださんうまいこと言います。あっちからですか。あっちから。いや別にいいです。じゃああっちからいっぱい喋ってます。あそうですか、はい。はい、実際問題、今ほどおっしゃいましたように地域からの要望等を、まあ、こなすことも仕事の一環になっています。まあ、特に僕の場合その市議会議員、あちょっと一言にならないかもしれませんけど、出るきっかけというか出たいと手を挙げさせてもらった僕は、その町づくりの一つは人とのコミュニケーションが重要視だと僕は思っていました。で金沢、特に金沢方式と言われるぐらいに公民館活動っていうのが強いんですね。公民館を核として、で地域住民の方々によっていろいろなボランティア活動をしたりとかいう部分があったので、私はこのコミュニティ活動をもっと広げたいなということで、一つの目標物を掲げようと。やはりそういう部分ではその地域をどう活性化するかとかいう話として、まあ、やはりその政治は重要視だろうということで、私はその地域から手を挙げさせていただいたわけです。その中で今言うようになんかこれとかいう話はですね、皆さん金沢よく公園とかですねゴミ多いなとか話をよくされます。で草刈ってくれとか今本当多い時期になりました。ただそれを今どういう方法でやってるかというと、地域の方に愛護団体というグループ作っていただいて管理をしていただくということで、愛着を持ってほしいということをやっているんですね。これ意外と皆さんご存じない方が多いんですね。すぐに議員に言えば役所動くやろうみたいな、この部分は直していただかないと、地域は地域自分たちでやはり愛着を持っていかなければならないじゃないかなと私は思いますので、その部分はもうちょっとご理解いただいてしていた
来ていただければなと思うんです。ちょうどよかった。私、ね、実はね、3月から町会長してました。まあ、その話出るともなかったので、で私町会長の時にやっぱり住民自治っていうのは自分たちが地域に愛着を持つということで、私が町会長の時に公園愛護制度と街路樹里親制度を受託しまして、街路樹なんかは劇的に綺麗になりました。みんな自分で花植えましたので、それまでは役所がね、あれ年2回3回やりますけども、やれっていうことで、そうしたら普段自分たちにしないわけですよね。でそういう面ではそれはまあ確かにそれは大事なことだと思います。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、地元でおもちゃにされてるんじゃないかっていう若い議員なんでっていう話があったんですけども、いやいや、あの私のまあこれ思想なんですけども、あのこれ国にし国会議員も一緒なんですけど、なんでこれだけ国に無駄な公共事業、例えば港とか空港とか、まあ先ほど言ったダムとか高速道路とか、計画もなしにどんどんできてるのは、国会議員がやっぱり地元の要望っていうことで仕事を取ってきてっていうのが、やっぱりこういうまあ日本のね、あの大きな借金につながった。でこれをスモール化させたのがまた 県であって、都道府県だったり市町村であったりすると思ってるんですよ。だから僕はあの地元であっても地元の要望だから仕事を取ってこいっていうのは、それはやっぱり議員としてはあのやっぱり金沢市以外であれば市のバランスを見た上で、そこで優先順位が上であればそこで取ってくればいいんですよ。そういうふうには思ってますね。で、まあ、こう言うとも地元の人から批判も受けるかもしれないですけど、これはまあ理由を説明すれば分かってもらえると思います。で皆さんがそういう要望を出せば出すほど無駄な予算がかかって市の財政が圧迫して次の世代に痛みを残していくということになるので、まあ、次の選挙ではこれ表に向かってちょっとやっていこうと思っています。県民国民の罠は夢だと、はい、うん、そうだと思う、はい、よろしいですか。よろしい、ありがとうございます。あの私は市民の方々に要望っていうのはこれは常々思っているんですが、まあ、ただネットを使うことなんで全員というわけにいかないんですけれど、あのホームページ上にいろんな情報がありまして、先ほどその行政の無駄をどうのこうのというお話があって、蓮舫さんが事業仕分けありましたよね。実は金沢市もやってまして、行政評価というのがやってまして、あのこれもちゃんとあるんですね。どの事業が100万億事業がどうのこうの、いくらの予算がどうのこうのというのがあるんです。ただこれは私はそれずっと言い続けとるんですが、もっとパッと見たらもっと分かりやすくしなさいと、そのいくらの予算でどれだけの人間が関わってどれだけの人が参画して何をした結果どんだけの効果があったと、でそれに対して外部評価内部評価をして、事業を継続するのか見直しするのか廃止するのかというようなことをしていけば、でそこは実は僕らの仕事やと思ってるので、ただ単にその要はこんな補助金ないかとかって言われたりしたりするんです。これも全部ホームページにあったりするんですね。で我々の仕事は先ほどから言ってますように代弁者でありますので、皆さんの声を代弁するときには情報を与えないと議論にならないんで、私はしょっちゅう地元で市政報告会っていうのをやってるんですね。でこの時期なら4月には3月に投資予算が出ますので、パワーポイントを使ってこんだけの皆さんからお預かりしたんですよね、税金をこれだけこういう形で使えますよというふうにはですね、で来ていただいた方々をこうやって使おうがかと、でその中でたまたま仕事とか地域とかで興味のある項目があると、これなんやって言ってくるんですね。そこをさらにあの細かい資料を持ってこう持っていくわけですね。そうすると、あ、市ってこんなことしとらんかっていう話になって、それがさっきから皆さんが言うように結果的に市の愛着というか郷土を愛する気持ちにつながってもらえれば、金沢市ってますますようならないかなと思いますので、できれば我々ともっと接していただいて、メールでもいいですし、皆さんブログも持ってますし、ブログでもいいですし、コンタクト取っていただいて、これどんなんあれどんなんやと、で市のホームページなんかを見ていただいて疑問に思うことがあったら言ってくれたりですね。そうするとここから先は議員だから出せるという資料もあろうかと思うんですね。細かい資料は数字の入ったような、でそういうのももうどんどん皆さんお見せできますので、そこでもっと深い議論ができたりしますから、せっかくホームページとかですね、いい制度がありますし、今日もこうやって呼んでいただいたことは本当にありがたい、こういうことをやっぱ言わせていただく場をいただいたというのは、どうしても自分をいやらしい話ですけど支持してくれてる方のところじゃないとチャンネルがないので、じゃあ僕が明日この上で大晦日で市政会しますからって言ったって誰も来てくれませんよね。だから自分の講演会の人たちに案内を出して来ていただくと
いうことになりますから、あの、おのずから限界が生じてしまいますけれども、あの、今はいろんなメールとかですね、いろんなものがありますので、そういう積極的に興味がもしあればですね、あの、こっちから興味ないことどんだけ言っても興味ないものはないものになりますので、どんなことを望んでおられるのかということをですね、もっともっとこう積極的にしていただければ、我々も的を得た、あの、お答えができたり、できることとできんことともちゃんとお伝えできるかなと思います。愛着持って興味持って質問してほしいと、そういうことですね。そうですね、はい、そうですね、あの、草刈りとかそういうことは、あの、例えば私の町会だったら割と若いので、あの、沿道に花を植えたり、宇多津山上がるとき見ていただけば分かるけど、花を植えたりはしてるんですけど、そうです、材木効果とかね、味噌蔵とか金沢市内は高齢化が進んで本当に大変で、雪かきも大変な、あの、状況になってるんですけど、そういう問題も考えたらやっぱり行政の役割は大事だなと思うんですけど、まあ、あえて言わせていただけば、その自分たちが選んだ議員が何をしてるかしっかり監視していただきたいと、私、あの、この、 あの方々は違うかもしれない、4年間一度も発言しない方もおられるんです。だからね、そういうこの人は選ばれて高い投票でね、選ばれて、私なんていつも滑り込み政府で入ってたんですけど、本当にね、あの、選ばれた地元の方はこのこと知ってるんかなというふうにして思うので、税金の使い方をその監視をし、ね、関心を持っていただくということと、選挙に行っていただくということと、やっぱり自分が選んだ議員が何をしているか、それを見て次どう判断、ね、するかということが政治を良くしていく、あの、本当の出発やというふうにして思いますので、その辺でしょうかね、はい、関心と監視が大事だ、はい、議員として先ほどから話があるように施政報告会をきちんと行う、議会報告をする、活動報告をするっていうのはこれは責務だと思います。そして地域住民のお声をきちっと聞くっていうこともこれは大切な役割だと思います。で、今日選挙に移行キャンペーンですから、お話ししたいんですけども、ただ同時に議員が政治家が大衆に迎合してはいけないと思うんですよね。私たち議員ですから、まあ、4年に一度、参議院は6年に一度、まあ、衆議院はいつ解散あるか分かりませんけども、必ず選挙の洗礼というものを受けるんですね。で、先ほどから話あるように選挙って本当にしんどいもんですし、もう落ちたくないというのは誰しもが思うことであります。で、落ちたくないという思うがあまりに大衆迎合してしまって、まあ、選挙に勝ちたいがために鳩山さんのようにああいった嘘つきなような発言を平気でしてしまって責任を取らない、これがこれまでの政治家に多く見受けられたことなんですね。だから私は、まあ、国民や市民のレベルが低いっていうんじゃなくて、政治家がきっちり自分の信念とは違った要望や陳情に関してははっきりノーと言える勇気と意思を持つことが必要なんじゃないかなという思いであります。雨を舐めたくなるっていうか、ですからそういうふうになったんじゃないですかね。そういう国民の傾向があるんじゃないですか。ですからきっちりと、まあ、今日マスコミもたくさん来てますから、マスコミも冷静に報道をしていただきたい、断片的な報道じゃなくて全体的を見渡せるような報道をしていただきたいですし、もちろん有権者も、まあ、それぞれ様々な思想なり意見ありますからあれですけども、全体を見渡した上できっちり判断していただきたい。私たちも全体をしっかり見渡した上でこういった政策をやりたい、こういった思いを成し遂げたいということをやっていかなきゃいけないということですかね。だから政治家って本当選挙の試練終わると、私らも来年4月選挙ですから、わそろそろなんかせんなんなっていう思いもあるんです。あ、得票たくさん欲しいなっていう思いはそれ当然だと思いますけども、いかに自分の信念をきっちり貫き通せるかってことが最も大事なことだと思います。まあ、わかりました。じゃあ政治家は信念もはっきり言うと、それを、まあ、メディアがしっかり伝えて国民はしっかり判断すると、そういうことが大事だということですね。はい、ありがとうございます。はい、特別嫌がって最後になったわけじゃないですけども
私は先ほどちょっと下澤さんも少しお話出ましたけども、自分の地域に愛着を持ってですね、そういう例えば公園の草刈りみたいなこともやっていくことが大事じゃないかという話ありました。皆さん今日ここにいらっしゃる皆さん、何か地域の役とかそういったことってされてますかね。地域のお役、公民館だったりとか町会だったりとか消防とか、町会の班長でもいいんですけども、何か地域のことに目を向けて普段お暮らしになっていられ おられるのかなということを、ちょっと思うんですけども、でさっきの草刈りの話をちょっと例にとりますけども、草刈りを行政がやってればそれは税金がかかってるんですよね。でも自分家の前とか自分家の周りとか目につくところを愛着を持って草刈りをすれば、そのどっかから来てた業者の草刈りの分の費用はいらないんですよね。で極端な話しますけど、究極を言えば自分のことを全部自分でやれて、みんながやれたら、変な話税金なんか全然いらないんじゃないかみたいな、これ極論なんでありえない話ですが、極論ですけども、でもそういう観点に立ってですよ、考えていったときに、もう住民の皆さんの自立心みたいなものがどれだけあるのかっていうことが、もしかしたら政治を変える第一歩になるんじゃないかなという気がしています。で、ちょっとどういう政治学者だったか、名前外国の方でしたけども名前忘れたんですが、民主主義においては住民のレベル以上の政治は望めないというような言葉があったようにちょっと記憶しています。で、私なんかは普段自分の活動と同時進行みたいなところありますけど、なるべく距離を縮めたいなって思ってるんです、多くの方と。で、身近に感じてもらって、政治って自分のもんなんやっていう思いを持ってもらいたい。でそういうのもあって今日ここにも来てるんですけども、だいろんな意見もあって、いろんなことも聞かせてもらうことも勉強にもなってますけど、やっぱりそういったところをどん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 やっていく必要があるかな。そしてみんなでレベルアップだったりとか、そういうことも図っていきたいなと、そんなこと思ってます。ありがとうございました。なんかうまくまとまったみたいな感じになっちゃったんですけれども、時間ももうぼちぼち、9時18分ぐらいなんですけれども、本当に、この選挙に移行キャンペーンで、僕本当は候補者の予定の、方々、近松さんは心よく受けてきてくださったんですけども、お忙しいお二方、残念ながら、残念な来てくれなかったんですけれども、逆に僕はそのピンチはチャンスじゃないですけれども、逆にそのお二方が来てくれなかったっていうことと、そのプロセスの中で僕はこちらの不破さんと出会ってですね、でこのやっぱり20年後の金沢を考える会っていうこのコンセプトに非常にもう心打たれてですね、こういうなんていうか、もうその自分たちが作っていこうっていう、なんかその先輩がいるからとかそういうんじゃないところの気持ちっていうのを多くの人にシェアしたいなっていうことで、今日お呼びして、そして5人皆さん揃われるというふうに僕は実は思ってなかったので、こう皆さん揃って来てくださったというところで、これすごいことだなというふうに感じています。で本当に金沢の20年後を考える会っていうその名前も本当に素晴らしい素敵な名前で、やっぱりこうそれぞれの政党の主義主張ももちろんあるけれども、それはそれで自分の心でこう発言していこうっていうことっていうのを、やっぱこの若い皆さんをやっぱり盛り上げていかないことには明日の政治は変わらないなと。やっぱ国のレベルは もちろん国のレベルで大事なんですけど、やっぱ僕ももっとその自分の町とかその死っていうものに対するちょっと気持ちですね、ちょっとなんか非常にこう勉強になったなというふうに思います。で近松さんも本当にね、このボード、またいろいろ勉強になってですね、揉め事は話し合いで解決が世界の流れで、僕全然そんなこと思ってなかったので、あそうだったんだって、いつになったら戦争終わるんだと僕は思ってたんですけど、それがちょっとまた勉強になったり、この企業の利益のこのボードもですね、なかなか大企業のその話っていうのも、このボードで見るとああなるほどなっていうことなんですけれども、
まあ、また共産党さんならではのいろんなデータとかそういうものを読み解いてですね、分かりやすく僕たちに教えてくだされば嬉しい限りなので、あれしていただきたいと。で、まあ参議院選挙、控えていまして、まあ、皆さん、絶対に棄権だけはしないで、もう選挙に行こうキャンペーンはどなたにとか、一切そういう強制は一切しないので、とにかく選挙に行こうということを広く、訴えてですね、でやっぱ金沢っていう町がですね、どんどんその投票率が、若者の投票率が高い、若者がそういうことを意識している、明日の暮らしについて若者が本当に真剣に考えているという、そういう町にして、で、冗談を忘れない、歌を忘れないという、心の町にしていきたいということで、大島さん最後に1曲よろしいでしょうか。いやー、今日は非常に勉強になりました。ね、皆さんはどうもお疲れ様です。お疲れ様です。もう私は勝手に、集約しますと、政治だけが暮らしではないと、行政だけに、全てを任すという、それは暮らしではない。やっぱしこうそれぞれの在り方というのを考えた上でやっていこうという、だからつまり僕もあれですよ、基地なんか全部なくしたい、なのでやっぱし自分が海外に歌いに行った方がいいかなって。いや本気でね、それはね、ああいう谷村新司さんほど有名じゃないけど、あ、この日本人の歌好きやなっていうのが一人でも増えるっていうことで、自分はそれをそろえ合って、まあ、それを政治で解決するしてくれる人がいてっていう相互で、俺たちの暮らしなんだなみたいなことを思って、ここでやっぱし歌うなら、あの名曲、あの鐘を鳴らすのはあなた、あれしかないと思ったんですけど、歌えないので違う曲です。だから今日は、すごい僕だけじゃなくて、多分皆さんもすごい話に食い入って、いろいろ考えてっていうのも残ってると思うので、それを飛ばさなく、ゆったりした曲で終わっていきたいと思うんですが、いいでしょうか。はい、そんな時代もあったねと、いつか笑って話せるわ、だから今日はくよくよしないで、今日の風に吹かれましょう。
回る回るよ時代は回る別れと出会いを繰り返し今日は誰か旅人たちも生まれ変わって歩き出すよ以上をもちまして、選挙に行こうキャンペーン、終わりということにしたいと思います、よろしいでしょうか皆さん本当に今日はお忙しいところ平日にもかかわらずありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございましたどうもありがとうございましたすみませんお忙しいところありがとうございましたありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございました本当に元気になりましたありがとうございましたどうもすみませんまたよろしくお願いしますじゃあみんなで、ね、楽しくやっていきましょう、ね、はい、ありがとうございますこの後ダラダラとメロメロぼっち営業しますんで飲みたい人はどんだけでも飲んでてくださいはい、ありがとうございましたありがとうございました